はい、福岡空港からバスで移動いたしまして、今回の旅の第一チェックポイントですね、太宰府天満宮に到着いたしました。ちょっとですね、さっき雨が止んだかなと思ったんですけど、なんか余計強くなってきてるんですよね。これダメですね、これもう今日。坂上博多の森ゴールが屋根ないんだけど大丈夫かなって気してきましたね。そんな感じで今強い雨を傘一本で耐え忍いでおります。で、太宰府の西鉄の太宰府の駅の駅前ロータリーにですね、バスが到着したんですが、で今参道ずっと歩いてきたんですけども、ちょっと傘が邪魔で本当に太宰府にいるかどうかわかんないですけど、もうすごいです。観光客、中国人の集団です。日本語より中国語が飛び交っております。去年行った重慶の観光地とかで思い出してますね。なんかもうライ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 とか言って、完全にもうこれ中国人の集団です。今音入ったと思うんですけど、圧倒的に中国人の集団です。これすごいなと思いましたね。ちょっと雨降ってまして、ちょっと動画が思うように撮れないんですけれども、一応今太宰府天満宮の鳥居といいますか、入り口の一歩手前、この先に池とか飛び梅とかあるんですが、そちらの方を、まあ、静止画になると思いますが、そちらの方を今度レポしていきたいと思います。はい、こちらからは以上です。